潜水士。潜水士とは、潜水用具を装着して、海、故障などの水中、水底において何らかの作業をするものを指す。職名である。潜水婦とも言う。潜水に関する資格を持ち労務作業に従事するものを指すことが多いが、当該資格を持たず趣味などの目的で潜水するもの、ダイバーを指すこともある。日本においては、労働安全衛生法に規定された。 国家資格、免許の故障でもあり、この場合、潜水士免許試験に合格し、免許を交付されたものを言う。また、海上自衛隊及び海上保安庁の職域の一つ、口実としても、この故障が用いられる。労働安全衛生法の規定に基づき、潜水作業に従事する労働者に必要とされる、国家資格、免許である。 労働災害の防止など労働者の保護を目的とする免許であり、事業者はこの免許を持たないものを潜水作業に従事させてはならない。ただし、これは業務として従事するものに関する規制であり、レジャーなどの目的で自発的に潜るものには適用さない。ダイビングスクールで発行される C カードとは相違するので気をつけること。またダイビングリゾートにおいて、 潜水士免許は通用せず、C カードが必要になる。これは潜水士免許試験では、実技が行われていないが、C カードの取得に際しては、実技講習が必ず実施されていることによるものと思われる。潜水士免許が必要となる業務としては、潜水によるサルベージや水中掘削など、大学や研究機関の学生、研究者が行う海洋生物の調査、採集、 ダイビングスクールのインストラクター、海上自衛隊、工術、海上保安庁の潜水士、警察、消防の水難救助隊がある。受験に際して、年齢、学歴、資格などの制限はないが、合格後の免許交付対象は18歳以上が要件とされる。海上自衛隊の職域の一つに潜水員がある。海寺の潜水員は、広島県江田島にある、 第一十科学校において要請される。また、特殊化潜水課程では潜水士の国家資格も受験する。潜水のみを専門とする職域があるわけではなく、各職域の中で潜水の能力を合わせ持つ特殊技能保持者として扱われる。潜水員は5種類に区分されている。がある。主な職域には、総会母艦、総会艇、水中処分隊、 水中処分員、潜水艦救難艦、護衛艦、潜水艦、救難飛行隊の機上救護員、特別警備隊などがある。潜水員の役割は各職種によって異なり、総海部隊では、機雷の相当作業、護衛艦や、潜水艦では、ドック入居時の鑑定確認、特別警備隊では、潜入施工、衛星や、 航空士は潜水救助員としての役割を担う。潜水員の要請は、隊員が部隊配置された後、本人の希望により、会式スクーバー家庭の部内募集に応募することとされている。海上自衛隊での潜水士有資各社は、約1000名以上と言われ、日本国内では、最大の潜水士の就職先である。海上自衛隊では、 潜水病の医学的研究機関として潜水医学実験体を神奈川県横須賀市に置いている。2008年には海上自衛隊の潜水員は文後水道南方で水深450メートルを超える新深,深度潜水日本記録を樹立した。海上保安庁は1970年昭和45年転覆海難が相次いだことから 海中に潜って救助活動ができるよう専門的な研修を受けた海上保安官を潜水士として潜水指定船に配置する潜水士制度をスタートさせた。現在、潜水指定船は全管区にあり、潜水士は計121人を数える。潜水士は普段、巡視船の乗組員として他の乗組員と同様にそれぞれの担当業務を行っているが、 水中救助が必要な場合には現場に急行し、潜水士として人命救助に当たる。潜水士になるためには、全国の希望者から、年齢、健康状態、体力、泳力などの適性を考慮して選抜され、海上保安大学校で行われる、研修化潜水技術課程を修了し、国家試験に合格しなければならない。前述のように、日本では、 スキューバダイビングのインストラクターなど潜水活動に従事する業務に就く際には潜水士免許の取得が義務付けられている。それにもかかわらず経済産業省などがスキューバダイビングスクールを対象に2009年に実施した調査ではスクールの30%が一部従業員が免許がないと回答し、また6%のスクールが免許取得者が全くいないと回答していたという。 同省は、リスクの高い調査結果で大きな問題があるとして、法令遵守を徹底させたいとしている。ただし、国家資格の潜水士の試験の合格水準は低レベルであり、C カードを持つダイバーの方が実力を認知されやすく、優遇されるという矛盾を持つ。パジや全日本潜水連盟の C カードは、実技試験はあり、国際的に通用するが、潜水士は、 日本国内のみ有効で実技試験なしで得られるため、業界でもその効力を疑問視する声は大きい。実技試験がないため、自衛隊や海上保安庁、水産高等学校などでは潜水士の受験勉強を座学として扱い、実技教育は独自に行っている。また、福岡県立水産高等学校のように、インストラクターとしての就職が可能なように、 C カードを授業で取得できる高校も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。